昨日の巨人の紅白戦、阿部監督はノーサイン。阿部監督が重視する自己犠牲の精神が今季初実戦の紅白戦で発揮された。自主性に任せるため攻撃はノーサインで実施、計4選手が自ら送りバントを試みた。どういうことやこれ、阿部に怯えてバントしたんだ。路線で行く、洗脳されてるやん。ほら畑よゴキブリファン、ちゃんと選手に行き届いてるんやね。阿部イズムがもう浸透したか。阿部バントはブラフ、ヒッティングや選手、えバントじゃないの、あわあわ、こうなりそう。中日よりビビり野球始めたな。ウレーニャは相変わらずダメだった。本物は選手もその気になってる環境やから、立つ波をバカにすることに選手が一致団結してる。チニドラはまだまだよ。自己犠牲ポイント稼いでおかないとスタメン入れんからな。結局選手はバントしたいんだよ。いやバントで逃げたいが正しいかな。散々煽ってたアンチサンドをすんのこれ。この時期に必死にやる必要ないからね。言われてやるのは自己犠牲ではなく単なる命令に従うだけのやつだからな。ご視聴ありがとうございました。